Yeah, we know. Yeah. 始めるのはいいんだけどさ、僕は事件の流れをちゃんと把握できてないんだよね。ほら、ずっと寝てたからさ。へ、把握したところで、どうせ引っかき回すだけだろ。でも、駒枝だけじゃねえぞ。俺も。おめえはいいよ、どうせ頭空っぽだし。She'll punch your face in for saying that. 頭空っぽ？そいつがどうしたってんだ。いいか、頭空っぽの方が夢詰め込めんだぞ。Sure. とりあえず、その二人を議論に加えないまま裁判を進めるわけにもいかないから、事件の流れをまとめるついでに第一発見者の日向君に説明をお願いしましょうか。 Can do。 わかったよ。じゃあ絶望病のせいで俺たちが病院組とモーテル組に分かれたところからだ。病院組は病気になった狛江だと美桜だと尾張の他に積み木とクズリュウと俺を合わせた6人だった。残りの5人、私と田中さんと相田さん、それと七海さんと西園寺さんがモーテル組ですね。病院組っつってもあそこに泊まるのは禁止だったから、俺と日向はホテルに帰って寝てたんだ。事件が起きた日もそうだった。俺はホテルで目が覚めたんだ。コテージで寝てたところを積み木に叩き起こされて、狛江田の病状が回復したことを聞いたんだ。すぐに二人で病院に向かって、そこで狛江田の回復を確認した後は不眠不休だった積み木を休憩室で休ませて、俺は病院のロビーで待機してることにしたんだ。その時だった。まだ約束の時間前なのに監視カメラが受信してることに気づいたんだ。受信スイッチを押してモニターを確認してみると、そこに映ったのは麻袋をかぶった患者服姿の人物が自分から脚立を登っていく姿だった。すごい、ドキドキする話だね。で、日向君はどうしたの？もちろん止めようとしたに決まってるだろ。急いで病院を飛び出して通信先のカメラが設置されてるライブハウスに走った。でも間に合わなかったんだ。駆けつけたライブハウスではすでに麻袋をかぶった人物が首を吊ってたんだ。すぐに他のみんなに知らせようと思って俺はモーテルに向かった。どうしてモーテルに？ライブハウスから近かったからだよ。それに病院と違って動ける人間が多いからだと思ったんだけど、そこで俺についてきてくれたのはナナミだけだったな。けどその直後に積木さんやクズリュウ君と合流できてちょっと安心したのを覚えてるよ。俺らは俺らでいなくなったミオダを探してたんだ。私はちょっとだけ休憩した後病気の皆さんの見回りを始めたんですけど、そこでミオダさんがいなくなったことに気づいて、それで慌てて病院を飛び出して、そしたら偶然にもクズリュウさんと会えたので手伝ってもらえないかといろんな形でお願いしたんです。いろんな形で？誤解されるような言い方はやめろ。その二人からミオダがいなくなったって聞いた俺は、あの麻袋の人物がそうなんじゃないかと思って、すぐにみんなを連れてライブハウスに戻ったんだ。けどライブハウスの扉が開かなくなってやがった。仕方ねえから4人でぶち破ったんだ。そうしたらミオダの死体だけじゃねえ、西園寺の死体まであったんだ。しかも柱に貼り付けにされた状態でだぞ。死体発見アナウンスが鳴ったのはその時だ。しかも2回連続だったな。とりあえず首を吊っていた死体を下ろしてあげようって話になったんですよね。麻袋を外してみたら、やっぱりそれはミオダだったんだ。
それが今回の事件の流れだね。ありがとう。よくわかったよ。Seems like it was a good, good summary of what happened. まあ、今回の事件で何が問題かははっきりしてるぜ。日向がライブハウスから離れている間に、だ。でも、今の話ってどこまで信用していいのかな。What? What? I'm very trustworthy. Come on. ごめん。客観的に聞くとさ、今の話って明らかに怪しいんだよね。だって首吊りの映像を見たのも日向くんだけで、ミオラさんの死体を最初に発見した時もそうなんでしょう。だってば、いくらでも嘘をつけるよね。嘘って、なんで俺が嘘をつかなくちゃならないんだよ。 Yeah, that's right。当然自分にとって不都合な真実から僕らの目をそらすためだよ。俺を疑ってるのか。そうじゃないなら証明してほしいな。 Fine, I'll fucking prove it to you. Jeez, gosh. ほら、証明してみせてよ。君が犯人じゃないってことをさ。What we get for trying to be a good class trial member here. Oh, well, duh, obviously. How would we know that if we never saw that fucking movie? その可能性は否定できねえかもな。だって目撃者は日向だけだもんな。That's true.なぜ日向さんが嘘をつくのですか。もちろん彼が犯人だからよ。日向くんが二人を殺したの。それらの死体を映画に見立てたのも全て日向くんの仕業だから。うん。Pretty sure I hit that. Pretty sure I hit that. 日向さんの衝撃、日向さんが違う。もちろん嘘ってこと。その可能性だって目撃者。なぜ日向さんが嘘。もちろん彼が。日向くんが二人。それらの死体を映画に見立てたのも全て日向くんの仕業だから。うん。Keep getting like a second too late. ひなたくんの衝撃、ひなたさんが違う。もちろん嘘ってこと。その可能性だって目撃者。なぜひなたさんが、もちろん彼が犯人。ひなたくんが二人を、それらの死体を映画に見立てたのも。There we go. それは違うぞ。Got that wrong. これは犯人なんかじゃない。だって俺にはあんな見立てなんてできるわけがないよね。分かってるって。は？これね、そう。日向君は事件前にあの映画を見ていなかった。それは彼が持っている招待券が証拠だよ。あの招待券は一人につき一枚しか配られないものだし。間違いないよね、モノクマ。はい、何も間違いありません。つまり。事件前に映画を見てなかった彼にその映画に見立てた殺人を実行できるわけがないんだよ。それとも彼に映画の内容を話した人がいる？いるわけないよね。ちょっと待てよ。そもそもおめえが言い出しっぺじゃねえか。お前だ。どういうつもりだ。いや、今回は君の目撃証言が前提になるみたいだから、まずはその地盤を固めておこうかと思ってさ。ウォームアップを兼ねてね。I mean, it's a good idea, but he went about it in the most ridiculous of ways. 何がウォーミングアップだ。遊びじゃないんだぞ。怒らないでよ。遊びじゃないからこそウォーミングアップが必要だと思っただけなんだ。 Yeah, of course not. This isn't a game. What?無駄な時間を使っちゃったね。まあそんなことじゃないかと思ったけどさ。では日向さんの証言は信用できるということで議論を進めましょうか。つうことはミオダが自分で脚立を登ったのも間違いねえんだな。ああ確かだよ。なら決まりだ。ミオダは自殺だったんだ。ミオダが自殺なら誰が西園寺を殺したのだ。自殺とは別の殺人が偶然にも同じ場所で。つうかさっきから言ってんだろ。犯人は
日向がライブハウスから離れてる間に西園寺を殺してるんだぞ。だったらそれが可能だったやつをはっきりさせればいいだけじゃねえか。では日向に問おう。貴様がライブハウスから離れていた時間はどの程度だ？ Like 5 minutes probably? 多分10分もかからなかったと思う。10分で西園寺を殺して貼り付けにしたってのか？いくらなんでも無理じゃね？ Also you got like some sort of super speed. That's probably not gonna take that, or be that quick. 犯人はその時間稼ぎのためにあのライブハウスを密室にしたんだろ？ん？密室ってなんだ？犯人はライブハウスの扉を内側から封鎖して俺らがすぐに入ってこられねえようにしてたんだよ。ですがライブハウスの出入り口ってあのドアだけでしたよね。それを内側から封鎖してしまったら犯人も出られなくなってしまいますよ。ああその通りだ。つまり俺らがライブハウスの扉をぶち破った時犯人はまだ中にいやがったんだ。あの中にいたんですか？となればその時のアリバイがねえやつが怪しいってことになるはずだが、それはソニアとソーダ、てめえら二人だ。 Very quick to pointing out the blame. 私もですか？なんだよそれ、なんで俺らなんだよ。他の連中は全員アリバイがあるんだよ。俺とナナミとツミキはイナタと一緒にそのライブハウスの扉を破ってるし、田中はその直前にモーテルでヒナタと会ってたはずだ。それに病院にいたオワリとコマエダに犯行が不可能となればてめえらのどっちかとしか考えらんねえだろ。アリバイがない人ならもう一人いるよね。ほらイダイ君だよ。 I mean I suppose わしもかAnd Monokuma. なんでIs that really? That's a question we're gonna answer. Oh gosh. Alright. 犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して、俺らが中に入れねえようにしたんだ。犯行時間を稼ぐための行動か。どうやって封鎖したのですか？ Shooting the あのドアに鍵はなかったはずです。鍵なら扉の前に落ちてただろう。折れたドラムスティックのことか。あれを突っかい棒にすれば鍵になる。そうやって中に隠れた犯人は俺らが集まるのに乗じてひょっこり出てきやがったんだ。まるで今駆けつけたように現れるなんて。2時間サスペンスで見るパターンです。犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して俺らが中に入れねえようにしたんだ。犯行時間を稼ぐための行動か。どうやって封鎖したのですか？ Mark is the one あのドアに鍵はなかったはずです。鍵なら扉の前に落ちて折れたドラムスティックのことか。That's not it.
しまった。